本日2組目でございます。栃木県足利市より渡瀬橋ボーカルズ、バイバイ。
他のユニットさんの、ファンの皆さんもいますからね。Thank you.
客様の方の、手をね採点しますちょっと前上げていただいてごめんね、はい、ちょっとこれこれこれちょっとちょっとずらしていい、あ、これねこれね片付けよ、ありがとうございます、はい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 、片付け、さあ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 、それではいきますよ、皆さんは拍手と声出さないようにしますね、皆さんは拍手だけですからね、さあいきますよ、渡良瀬橋43パフォーマンス良かったと思いました、拍手、96でしたね、大きいね、ちなみに過去最高です今、すごいすごい、ご覧の皆さんありがとう、ありがとう、じゃあちょっとインタビューしたいと思いますけども、渡良瀬橋43ということで、渡良瀬橋あのね、あの曲の渡良瀬橋、あの渡良瀬橋はあの辺ですね、あの森高千里さんが歌った渡良瀬橋があるんですよ、そうだね、いい曲やから、そうなんですよ、あのえ、でも知らんやろ、公衆電話とか知らんせないやろ、え、昔ですよね、でも知らんでしょ、知ってるよ、この二人知らんやろ、小学校3年生やろ、前、練習の時に通ったら床山って、そこで公衆電話がありました、すごい、すごい、え、森高さんの僕出身なんだよ、僕は出身ではないよ、出身ではない、出身ではない、え、美人の国という話をねずっとしてましたけども、はい、え、やっぱりあれですね、じゃあもう周りの人みんな美人ばっかりですか、まあ私たちはともかくなんですけど、はい、本当に足利は美人が多いんですよ、そうなんです、みんなもめっちゃ美人じゃないですか、本当ですか、そうですか、めっちゃその返しもあれやな、シャープできてくれてるな、でもクラスメイトも美人の子やからみんな美人でしょ、お母さんも美人でしょ、じゃあそう、美人ですよ、美人じゃないの、美人ですよ、で、ルナちゃんとリナちゃん、あ、小学校3年生、そうなんですよ、はい、渡良瀬橋のディスニーどうやって入ったの、うん、しないですか、ステージの場で、全然しないです、あ、素晴らしい、何ちゃんやっけ、リナちゃん、リナちゃん、リナちゃん、ルナちゃん、そうです、あの、ルナちゃんのばっかりがしゃべる担当よ、そういうことで、マジで、リナちゃん、じゃあ緊張しましたか、そのライブの時は、なんかすごく緊張したけど、うん、もう覚えてないよね、日々ね、新鮮なことが多すぎて覚えてないよね、汐留のステージは、いや本当にこんなにたくさんの方がいる中で、こうして私たちの地元であるあの足利市を PR することができて、もう本当にあのさっきも言ったんですけど、本当に幸せでした、本当に皆さんありがとうございました、きっとみんなね、あれですよ、あの足利が美人の国だということを覚えましたから、男性の方も移住したいなと思ってる方もいると思いました、はい、あのね、思いましたよね、で、これね、高藤くんもありがとうね、高藤くんは喋れるキャラクターですか、高藤くんさ、頭でかいのよ、喋れないって言ってます、喋れないの、高藤くんに会いたいと思った人はどこに行けば会えるんですか、高藤くんどこ、市の足利市のイベントの方にも出ていたりとか、はい、しますので、じゃあ会いたかったら市役所に行けということだ、市役所にいるよね、基本的に市役所のデスクにいるよね、デスクにいるよ、ぜひ行っていただきたいと思いますけども、でも本当にね、皆さんきっともうあの足利行ってちょっとどんなあの、ね、神社
とかね、すごい行きたいと思った方多いと思いますので、すごいもう本当にいい PR もらったんじゃないでしょうか。ぜひ皆さん美人の国足から来てください。じゃあ、あとは審査結果を待っていただきたいと思います。はい、自慢では栃木県足利市より渡辺さん、フォーティースの皆さんでした。ありがとうございました。